回ヒデチャンネルアルファードを買う。カッターナイフ突き刺さってますけど、まずはバイザーを取っていくということでやっていきましょう。前回はね、車検受かったよっていう動画をお届けしたんですけれども、赤い車体が郵便局の車両みたいですよね。なんか嫌だったんですよね。で、なおかつ塗装がムラムラで、天井なんかはね、もう粉が吹いていて、塗装が手につく感じでした。これはね、ちょっとダメだなっていうことで塗っていきます。で、全塗装初めてだったんですけど、まずね、バラバラにしようっていうことで、内装とかね、いろいろ外していきます。でね、こういうところのゴム類も外して、できるだけ綺麗に塗れるようにっていうことで。で、サンバークラシックはね、ここカリフォルニアミラーって言ってね、足がね、多いんですよね。なんでちょっとがっちり止まってました。で、このスナップオンの特殊工具を使って外していきます。これがなかったらね、多分外れなかったな。狭くて入らないんですよね。で、ここのね、リンクなんかはこういうパチンっていう方式で止まっているみたいですよ。これね、一つ外せば、大体どんな風についているのが分かって、他を外すのはね、割と早くできましたよ。ということでね、外れました。でね、なんか説明してますけど、これ一つ外せば誰でも簡単に取り外し、取り付けができるようになると思うんで、はい、端折ります。で、意外に苦労したのがこのカバーですね。これ両面テープで貼っつけてあるんですけど、無理やり剥がすとね、なんか折れそうで怖かったんですよね。で、問題のフロントマスクなんですけど、ツヤがあってピカピカなんですよね。おそらくね、フロント事故でリペアしてますっていう車体だと思うんですけど、どうなっているんでしょうかということで、ね、バンパーなんかも全部外して塗っていこうというふうに思います。で、リアバンパー色が違うのがわかると思うんですけど、これね、状態が悪かったんで、まだマシなやつに付け替えました。ね、色を塗るんで問題ないです。こういうところのモール類も全部外して塗っていきますよ。そして次は内張りということでね、これね一番苦労したかなというふうに思います。これで布を使うっていうのをね YouTube 動画で調べて成功っていう感じですよね。これなんかコツをつかむまではすごい難しかったんですけど、慣れれば大丈夫でした。で、内張りを外してドアを外すんですけど、どうしようもない。俺とも。言ったやろ、危ねえって。危ねえって言ってやろうね。どうしようこれ。サンバーばらしたことないんで、なんとなくね勘でやってたんですけど、順番をミスってとんでもないことになりました。一箇所外してしまえば反対サイドはねちゃんとね。こうやって道具を使って、1人で外せるようにはなりましたよ、ね、最後にここのスライドを抜くっていうのがコツですよね。常識といえば常識で当たり前なんですけどね、知らないっていうのは本当に怖いことっていうふうに思います。で、先ほどねここを先に外しちゃったんで、ね、とんでもない状況になったということです。このレールはねドアを外した後に外しましょう。こういう感じでパカッと簡単に取れます。で、日付が変わりまして、こんな感じでね、ここマスキングでいこうと思ってたんですけど、これ取っちゃった方が楽だろうっていうことで取ってます。そしてね、簡単な補修なんかもやってますよ。これはねやってもらったんですけど、やっぱね元プロはパテの混ぜ方のスピードも違いますよね。で、ここのね穴も塞いでやりました。中にはねガムテープを詰めました。僕はねマスキング担当というか。で、天井がねすごいサビサビで、これなんかプツ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 天サビが出てたんで、これが一番時間かかりましたね。ここまでが下準備ってことで、塗装の足付けとマスキングが一番大変でした。手伝ってくれた有志には本当に感謝です。で、足付けをしている間に僕はね塗料を調合します。まあ、これはもうヒデチャンネルオリジナルの調合なんで、艶消し剤をねドバッと入れましたよ。もう本当にね完全艶消しになるように入れました。ただフラットベースって塗料よりも比重が軽いみたいで、足りるか足らないか本当にギリッギリのところでした。まあでもねこんな感じでいい感じの色が出来上がりましたよ。で塗り出したら本当にあっという間に色が変わっていって、もうめちゃくちゃ見ていて楽しかったですね。まあ、ただね動画を撮る余裕はなかったので、静止画でのお届けっていうことにはなりますけれども、まあ、こういう感じでねどんどん色が変わっていくんですよね。これはね本当に楽しいです。で僕はねこういう感じでマスキング外し担当ということでね、まあ、完全に乾ききる前に剥がさないとっていうことで。でこの全塗装はね焼肉1回おごりっていうことなんですけど、まだ誘っていないんでね今度絶対誘おうというふうに思います。そして組み付けということでね、まあ、バラしてるのが僕自身なんで組み付けはねお手のものですよ。ただねやっぱりこのグリル、このコアラグリルがねめちゃくちゃブサイクですよね。これはちょっとなはじめましてですね。どっから来たの？なんかおい逃げんのよな。ということで8割くんの避暑地にもなりつつ、次はねやっぱりタイヤアルミですよねっていうことで。まあいつもお世話になっているショップで、まあ、こうやってねマッチングしてるんですけどいかがでしょうか。社長からもらった初代ワゴン R のアルミも悪くはなかったんですけど、やっぱもうちょっとねかっこいいのが履きたいっていうことでね、今マッチングしているのは SSR の15インチで、8割くんもこの状況です。またねこれで達夫がニャー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 言ってたんか。次回ヒデチャンネルアルファードを買うではなくて、やっぱり3番アルミマッチングです。関西の旧車友達から紹介を受けて手に入れたのがこの BBS のアルミですよ。いかがでしょうか。ヒデチャンネル初 BBS ということでテンション上がってます。ということで前途が終わってアルミを履くとこんな感じ。フロントとリアのバンパーはねマットブラックで塗り分けて、まあ、結構いい感じワイザーレス仕様にしてみました。まあ、これね30年前の初代 FF ジェミニに変えていたという純正オプションの BBS らしいんですけど、まあ、若干ねタイヤはみ出しちゃってるんですよね。そしてこのひび割れ、これはさすがにまずい 18560R14 なんでね細手のタイヤ 15565R14 を履きたいんですけど、こうやって見るとね結構ねタイヤサイズ違いますよね。これがスピードが上がらなかったということで、これ、まあ、上がらなかったら上がらなかったで面白い動画が撮れますね。556はありますか逆に YouTube 的には上がらん方が面白い。ということでね今これ組み上がったこいつなんですけど、流行る気持ちをね抑えつつビーダー上げろと思ってたら、よくよく考えたらね中のね白サビをねこういう感じでカニさんが履くようなカニ泡が出てますね。なんで今日はね、ビード上げ外し計5回はできるぞと楽しいことになっております。パソコンでご覧の方は画面左側、スマホでご覧の方は画面右側をご覧ください。ヒデチャンネルの公式グッズがご覧の動画の下から購入できるようになりました。